はい、皆様こんにちは。本日はですね、ちょっと珍しいというか、珍しくはないんですけど、私のこうチャンネルとしては珍しい中盤のボディですね、こちらを紹介させていただきたいと思います。はい、改めまして皆様、本日はよろしくお願いします。ですね、今回はですけど、私のチャンネルとしてはこう珍しく中盤のボディを紹介させていただきたいと思います。なかなかこうちょっとレンズの画角的にギリギリの感じになっちゃってるんですけど、マミヤですね、マミヤさんの、こちらは、書いてあるところがないか、本当はこうフードとかついててそちらに書いてあると思うんですけど、 RB67 って言われるものになりますね、のプロフェッショナル S ですね。この後 SD とかあったりとか、このプロフェッショナルしかなかったりするものも確かあったと思うんですけど、そちらのまあ間の S っていうものになります。で、動作としましては、こちら今チャージしてない状態なんですけど、チャージしますとこうミラーが落ちまして、こちら本当はこうシャッター、レンズがついていまして、この上の窓からこうフードを覗くとミラーを介してピント合わせとかできたりするんですけど、スクリーンとかそういうのも欠片しているので、こちら今ただこう間にこう鏡がついてるだけになりますね。なので、この私が今見てる液晶、この前にちょっとパソコンがあるんですけど、そのパソコンの液晶が見えたりとかしてるだけになります。で、こちらがシャッターボタン、こちらが、はい、こちらがシャッターボタンになっていまして、こちらを押しますとこのようにミラーが戻ってまいりますですね。で、それと同時にこの前のリング、この周りがレンズにこうシャッターを切りなさいっていう情報を伝える部分になるんですけど、そちらを押すとこれが回ります。このように、はい、このようになってますね。で、こちらの中盤、マミヤさんの中盤は特になんですけど、シャッターがこうレンズ側についてるんですね。レンズシャッターって言われる機構で、で、そちらの方でシャッター速度とか絞りとかっていうのを全部調整する形になってます。なので、本当よくこうカメラのボディは箱だって言われるんですけど、この中盤の特にこの RB67 は特にですね、本当ただの箱って感じです。こちらもバックシャッター、後ろにこう板がついてる、これバックシャッターって言うんですけど、それがついていたりとかするぐらいで、あとはこうフィルムロールバックですね、フィルムが入ってるこう後ろのこのつけるものがあるんですけど、そちらにこう映ってるものを伝えるっていう役割だけのものになりますね。で、こちらの RB の R なんですけど、レボルビングっていう、レボルビングですね、要は回転しますってことなんですけど、その機能がついていて、それはこの後ろをこう回せるんですね。この後ろのアダプター、レボルビングアダプターって言うんですけど、そうしますとこう縦構図67なので、真四角じゃないんですよ。 6×6:7 ぐらいのサイズの写真が撮れるんですけど、そちらの向きを変えることができます。こちらが分かりやすいですね。後ろの角がそのサイズ感です。で、これが縦構図で、これが横構図ですね。これ重たいカメラなんで、普通にこう横に構えて写真を撮るっていうのが、横向きで撮るのが写真の普通なのかもしれないんですけど、普通な状態だとしたら縦構図に持ち替えるっていうのは、レンズ付きだとかフルパーツで見るととてもやりにくいし、あとピント合わせがすごくしにくくなっちゃうんですね、覗くのが。なので、こういう風にフィルムを回転させましょうっていう機構になってます。ちょっとモルトが劣化してて今張り付いちゃったんですけど、もうなかなか古い、中盤になりますので、状態のいいものっていうのは手に入りにくいかなと思いますね。で、こちらのレボルビング機構をこう回しますと、この赤いマークが、映る範囲ですよっていう指標なんですけど、それもこのようにこう開きます。このようにですね、結構凝った作りしてますよね。で、もう本当この中盤は最近人気が高くて、ボディもどんどん値上がりしているので、そのうちこう手頃に手に入る価格帯じゃなくなっちゃうのかもしれないです。それぐらいこう映りも中盤ならではっていうことで、最近富士フィルムさんがですね、中盤のデジカメとか出してるんですけど、35mm 版だとか、それ以下の APS-C マイクロフォーサーズ、それよりもさらに下のこのコンデジとかじゃ映らないようなものっていうのが映るようですね。私もちょっと試してみたいんですけど、なかなかこう手を出せる価格帯じゃないので変えてないです。で、こちらですね、こちらがそのピント合わせる、ピントノブになってますね。で、これを伸ばしていきますと、このようにボディが伸びていきます。こんな形ですね。
でこちらがこう蛇腹になってまして、まあ、こちら購入される時っていうのはこの蛇腹の状態っていうのをしっかり見た方がいいですね。光線漏れっていってこう経年劣化でこの端っこの方とかが亀裂入っちゃってこう光入っちゃうことあるんですね。そうするとフィルムがこういらない観光したりとかして、まあ、変な写りになったりとか全く写らないとかってこともありえますので要注意でお考えいただけるといいと思います。こちらにまあちょっとグラフィカルなデザインなんですけど被写界深度とかそういうのが書いてある形ですね。まあ、50mm だとこんな感じですよみたいなとか65、90、127、180、250、360とあります。で反対側にはないですね。でこちらにこうネジが切ってありましてそれとこう連動してこのように蛇腹の操作ができるようになってます。でこの後に RZ67 っていうボディ、まあ、RZ67 プロフェッショナル2とかってあるんですけどそういうボディになってくるとこうボディの中にレンズが電池が入って露出系が動作したりとかもあるんですけど RB に関しては本当ただの箱です。箱とシャッターミラーとかシャッター機構とミラーが入っていてシャッター切るとそれが動きますよっていうだけですね。まあ、このようにちょっとモルトの劣化で張り付いちゃうんですけど、まあ、この辺はモルトの交換とかメンテナンスをすれば良くなるんじゃないでしょうかね。はい、本日はこちらですね、マミヤ RB67 プロフェッショナル S を紹介させていただきました。まあ、ちょっと中盤のボディっていうのは最近本当高くなっちゃってなかなか手に入らないのでいい紹介だったんじゃないでしょうか。で動作の確認とかっていうのもなかなかしにくいと思うんですけど、まあ、要点を押さえるとこういうふうに機械式のボディですと動きがこんな感じですよっていうところで情報がお伝えできるかと思うので電子制御とか入ったりすると本当厄介なんですけどこれはこう割と単純な作りになっています。でまあ一つおまけとしてこちらの銀のレバーをこう起こしますとレボルビングアダプターが外れます。こうですね。でこれ以外にもこうポラバックとかあったりとかこう後ろ側にまあデジタルバックとかもあったりとかすると思うんですけどそういうものを取り付けるのにこうアダプター式っていうのは非常に便利ですね。でこのレボルビングアダプターっていうのもこの単体で入手しようと思うと結構なお値段がするようになってしまってます。はい、装着からこの銀のレバーを戻せばこのようにこちらのレバーですねこれを緩めますと外れます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではこう私が入手した面白いもの、まあメインはこう古いものになってくるんですけどオールドレンズとかオールドなカメラのボディとかですねを紹介しておりますのでそういったものがお好きな方いらっしゃいましたらチャンネルの登録をお願いいたします。でまた私の励みになりますのでいいねのボタンを押していただけると非常に嬉しく思います。はい、本日はありがとうございました。失礼いたします。